これ全財産。はいはいはい、どうぞ。これ間違ったらパパお金なくなるから買ってきてね。パパの全財産だからちゃんと買ってきてね、間違えないように。はるくん買えた？あった？よかったね。今日は間違えずにプレステ4のコントローラー買えました、うん、じゃあ家に帰ってフォートナイトして遊びましょう。はるくん、今度こそパパのプレステ4のコントローラー買ってきてくれた？全財産の6000円はるくんに渡したんだからね。本当に買ってきてくれた？じゃあね、はるくん、今まで数々のプレステ4のコントローラー買うのにはるくんは失敗してきたけど、今度こそプレステ4のコントローラー出してください。ロボットやん、それブレイキングマンモスじゃん。これ買ってきたの？はるくんのために買ってきたの？それもブレイキングマンモス、動作の有無あり、説明書あり、本体の傷チューって書いてあるよ。中古やんこれ。それも2980円なんか出して買ってきたの？もったいないよアルくん。欲しかったの？うん。アルくんロボットばっかり買ってくるじゃん。どういうことなの？リバイスが始まる頃になんでゼロワンなのよ。まあしょうがない、はるくんね、お使い頼んだんだから、まあそれくらいは買ってきてもパパは文句言わないね。じゃあ肝心のプレステ4のコントローラーを出してください。はるくんとぼけても無駄、早くプレステ4のコントローラー出して、パパも待ってるんだから。いやいやいや、中身を出してください、中身を。パパ早くプレステ4で遊びたいから、プレステ4のコントローラー出してください。うん、おー、はるくん買ってきてくれたんだ。なんで隠すんだよ、なんで隠すの。見して見して。あ、はるくんありがとう。プレイステーション専用って書いてある。今度こそ間違いないね。すごい、プレイステーション専用コントローラーって書いてあるからこれは間違いない。それも安かったんだね、2680円でチェック済みって書いてあるから中古だけど使えるんだね。やったー、はるくん、パパこれでフォートナイトができるよ。じゃあ開けてもいい？すごい、最新式のコントローラーなんだ。レバーがついてる、なんかガンダムのアムロ行きますって感じだね。これいいじゃん、はるくん。めっちゃいいコントローラー買ってきてくれたんだ。お、すごい、こんなコントローラーあるんだ。すごい、どうやってやるのこうやって。これ十字キー？これ十字キー？これでやるの？すごいね。これでフォートナイトできるね。どこに刺すの、はるくん、どこに。はるくん、どこに刺すの？プレス4のどこに刺すんだろうね、これ。どこに刺すの、はるくん、教えて。内緒？はるくん、何のコントローラーだよ。電車でゴーって書いてあるじゃん。電車でゴーじゃんこれ。アムロ行きますでもないじゃんこれ。何？ ABC ボタンしかついてないし。笑い事じゃないよ、壮絶な無駄遣いじゃん。これではるくんフォートナイトなんかできないでしょ。復縁戦も乗れないよ、はるくん。それもソフトもないしね。もうこんな全く使えないコントローラーに2680円も超絶無駄遣いしてきたんだね、はるくん。あの6000円パパの全財産だったんだよ。次の停車駅はもんなしー、もんなしー。もうダメだこりゃ。